ちゃん。こんにちは、平賀さん。はい。また、ちょっと衝撃的なニュース。そうだね。はい、入ってきました。はい、アメリカで自由契約になりました。はい、筒香選手ですね。そうだね。レイズから、はい、戦力外を受けて、うん、ドジャースが、はい、取ってくれてね。うん、まあ、そのドジャースから、まあ、再び自由契約になったということで、はい、まだ29歳。そうですね、筒香嘉智ももう帰ってきなさい、はい、ということで、はい、もうアメリカではもうできないと思うんだよね、はい、だからそういう意味ではもう帰ってくるということがおそらく濃厚だと思う、はい、それと彼の精神状態だとか、はい、いろんなことを考えると、はい、やっぱもう帰ってきた方がいいかなっていうふうに思う、うん、でまだ29歳だし、はい、まあ、日本でバリバリまだできるしね、はい、だからそういう意味ではもうかっこ悪いとか、まあ、そういうことをもう関係ないし、はい、で巨人で、ね、今年山口が帰ってきて活躍してるように、はい、うん、まあ、十分帰ってきたら活躍できると思うしね、はい、うん、だから早く帰ってきなさい、はい、ね、まあ筒香選手本人も、はい、やっぱりこうアメリカでなかなか結果が出せずっていうところだと、うん、やっぱ日本に帰ってきて心機一転、まあ、心機一転っていうかさ、うん、なんか都落ちみたいな感じで、うん、やっぱこう自分のプライドだとか、うん、そういうのと戦うと思うんだよね、うん、はい、でもそういうことではなくてやっぱり野球のやる環境が合わなかったということで、うんうんうん、まあ、それとその筒香っていうのはやっぱこう、まあ、言えばバッティングはいいけど守備とか、まあ、走塁そういうのにちょっとこう苦手というかね、はい、まあ、そんなにうまい選手じゃないし、はい、やっぱ相当打たないとメジャーでは通用しなかったなっていうのが分かっただろうしね、うん、うん、だからまあそこに失敗とは言わないけど、はい、いい経験としてね持ち帰って、はい、まあ、日本でこうやってほしいなっていうふうに思うよね、うんうんうん、はい、ということはまあなかなか難しいですけど、まあ、ポジティブに考えて、そう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 、それを経験ということで日本でまたチャレンジっていうことがいいんですかね。だから格好悪くも何にもない、うん、メジャーに挑戦できる人間っていうのは数少ないし、そうですよね、でメジャーから選ばれた選手で行ってるわけだから、はい、まあ、そこで環境の変化だとか、まあ、いろんなことで、うん、まあ、力が発揮できずにね、まあ、帰ってくるっていうのはこれはもう仕方のないことだから、はい、だからもう堂々と帰ってきたらいい、うん、ね、まあ、それとやっぱファンは今後の行方は、まあ、どこに行くのかという、そうですよね、まあ、いろんな、ね、球団のファンがうちにうちにってなんか言っている声も聞こえてきますが、まあ、そうだね、まずはやっぱ DeNA に、まあ、筒香は挨拶すると思うんだけども、はい、でポスターがあるんだよね、はい、待っているっていう、はい、で背番号25番ので25番もおそらく空き番になってると思うんだけど、はい、筒香が帰ってくる時のためにね、はい、取ってあるんだけど、チーム事情を考えるとさ、うん、佐野がいて、はい、まあセンターできないよね、筒香の守備力では、うん、ライトにはオースティンがいる、はい、で内野手もファーストサードだったらできるんだけど宮崎と外がいる、はい、これはね、この4人は動かしにくいんだよね、だから DeNA がどうするかっていうのはちょっとわからないけども、はい、まあ他の球団を考えた時にやっぱ打てない打てないって言われてる、やっぱ中日には適してるかなって、レフトが空いてるしね、ポジション的には、うん、だからそういう意味ではまあ中日っていうの可能性もなきにしもあらずという、うね、でパ・リーグの方ではやっぱこう喉から手が出るくらい欲しいのはやっぱ日本ハム、うんうん、やっぱ戦力的に、まあ、相当こう落ち込んでるしね、はい、だからそういう意味ではまあ、日本ハムも欲しいだろうし、うん、で優勝するためにオリックスも、まあ、欲しいって思うかもわからないよね、パ・リーグだと DH っていう風な、うん、そう枠が一つね増えるから、はい、まあ、それと西武もそうだよね、うんうんうん、大砲がなかなかこう調子を取り戻せない中、はい、やっぱ筒香が、まあそこは右ばっかりだから左が1枚加わるともっと強力打線になるし、うん、でメヒアっていうのが対談してるしね、はい、だからそういう意味ではなんか西武っていう可能性もあるし、うん、でも俺が本命に挙げてるのはソフトバンク、ソフトバンクはなぜかというとお金も用意できるだろうし、はい、やっぱり優勝は打てないんだよね今年特に、うん、で打てない中でやっぱ打てる人が欲しい、
そうなってくると筒子というのは適任かなという、うん、それとレフトというポジションも開けれる。なるほど、うん、だからそういう意味ではソフトバンクっていう可能性が俺はなんか筒子にとってもいいしソフトバンクにとってもいいんじゃないかなっていうようなそんな気がしてならないんだよね、うんうん、でなぜ中日がダメなの、なぜ日本ハムがダメなのかっていうと、はい、やっぱ筒子の打力を生かすんであればある程度狭い球場の方がいい。なるほど。で札幌ドーム、バンテリンドームっていうのはやっぱり広いからさ、うん、なかなかホームランにならない、うん、そしたら筒子のその長打力っていうのが生きてこない、うん、だからそういう意味ではその日球団はないかなという。で所沢っていうのはちょっと遠いかなという。やっぱね環境って大事だから、はい、そこにドラフトされてその環境になれるんだったらいいけど、すごくあそこはやっぱこう移動距離だとかさいろんなことにすごくこうなんか交通手段が悪いというかね、まあ、そういったことがもう日常だとそれがちょっとストレスになってくる、ね、なって影響してくるってこともあるんですね、うん、で現在4位のソフトバンク、うん、ここで筒子が入って優勝でもした日にはやっぱ筒子、まあ、当然打たなきゃいけないんだけどさ、うん、筒子が打ったっていうことになるとまた男を挙げるということ、うん、あとはやっぱテラスがある、はい、フェンスの前にね、うんうん、だから球場もある程度狭くなってるし、まあ、筒子の打撃を生かせるかなっていうふうには思ってるんだよね。これどうですかね。はい、まずはでもやっぱり DeNA っていうのがもちろんもちろん一番濃厚だってさ、出る時に待ってる待っているって言って25番の背番号の後ろ姿をポスターにしたぐらいだから、はいはい、だからそれはまあ DeNA を、ま、待ってるのかもわからないけども、はい、今現状帰ってじゃあどこで出るって言ったらポジション一つ開けなきゃいけないよね、はい、そうなってくると、まあ、センターの桑原とか、まあ、例えば関根だとかやっぱセンターは守備範囲が広くないとちょっと困るんだよね、うん、やっぱ外野がスカスカになってる、うん、オースティンも決してうまい方ではない、佐野もうまい方ではない、そうなってくるとやっぱピッチャーに負担がかかるし、やっぱ DeNA っていうのはなんかこう揃っちゃったかなっていう、いない間にメンバーがね、でもいると戦力にはなるよもちろん、はいね、全然いらないって言ってるわけではなくて、はい、いる人間だけどもポジションをどうするんだという一つ悩みを抱えなきゃいけないということ。だけど、まあ、ソフトバンクだとか、まあ、言えば中日だとか日本ハムだとか西武だとかはすごくいいかもわかんないよね。ただ球場の広さとかバッティングを筒子のバッティングを考えると、まあ、ある程度こうちょっと狭くて、まあ、西武だとかソフトバンクだとか、まあ、そういう方がなんとなく働きやすい環境に身を置けるかなという。だから球団選びに失敗しないでほしいよ ね、 そうですね今度はね。だからメジャーでも、うん、例えば2球団に所属したけども他の球団だったら果たしてどうだったんだろうかっていうこともあるしね。まあ、そうですよね、うん、そのタイミングでの他のメンバーとか、そう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 、戦力によってはポジションが変わってきますよね。そうそうそう、だから日本に帰ってくると思う。で俺はもう帰ってきてほしいし、うん、もう一回筒子というあの選手の姿を取り戻してほしいと思うから、うん、もう一回帰ってこいよって。そして帰ってきた時には球団をしっかり選んでほしいということ、うん、まあそこだよね。だからまあ筒子のまたバッティングだとか野球やってる姿を俺は見れると思ってて、うん、だから非常に楽しみにしてます。だから胸を張っていけるメジャーに行ける人はもう一握りの一握りなんだから、そうですよね、うん、それでいい経験をしたと思う、はい、で野球の厳しさ環境の厳しさ、はい、ね、まあ、メジャーの厳しさも痛感したと思うんだけども、うん、それを肥やしにして、まあ、頑張ってほしいと思います、はい、またねアメリカでの野球をねアメリカの野球を経験してまた日本でっていうとその行く前とはまた全然違った野球感だったりとかするよね。そうですよね、うん、だからそれをね、うん、だからそういうのを見せてほしいよね。そうですよね、はい、待ってます都合、はい、ね、はい。